イトゥク。イトゥク、1983年7月1日、韓国出身。SM エンターテインメント所属。身長178センチメートル、体重59キログラム、血液型は A 型。2000年はじめ、イトゥクは、休日に、姉と一緒に、ミョンドンに来てスカウトされ、SM エンターテインメントのスターライトキャスティング。 システムのオーディションを受けるよう勧められた。このオーディションは事務所と契約するものを選ぶためのもので、数回のテスト録音や演技試験を経て、SM エンターテインメントと契約し、練習生になった。その年のうちに、MBC のドラマ、イブのすべてで、エキストラとしてテレビ画面に初めて登場した。2002年、ペプシの広告モデルを短期間務めた。 2003年、5人組の少年グループにドンヘと一緒に加入した。しかし、この5人組の企画はすぐに中止になり、大人数でメンバーが世代ごとに交代していくグループスーパージュニアにイトゥクとドニエ、それに他の10人の少年たちと共に加入が決まった。イトゥクは最年長だったためグループのリーダーになった。2005年11月6日、イトゥクは SBS の音楽番組、人気歌謡で、スーパージュニアの第一世代スーパージュニアレイゴのメンバーとして公式にデビューした。グループは、最初のシングルの曲、ツインズを、約500人の聴衆に向けて演じた。芸名のイトゥクというのは、先輩歌手のカンタと同じ効果を狙ったため、それに、本名だとベテラン女優、パクチョンスと同じで混同される恐れがあるためと、 本人が説明している。一クには、特別な存在になることを望む意味が込められている。彼はグループで、トゥッピョランリドとして知られるようになった。それはまさにただ、特別なリーダーになったからだけではなく、スーパージュニアの歌でテナーを担当する一人として、そのスイートな歌声の持ち主としてでもある。その他に、一クは、その独特で変な笑い方でも有名。 2006年3月頃、SM エンターテインメントは、スーパージュニアの次世代のメンバーを集め始めた。移築に関しては次のグループスーパージュニア06のリーダーとして、グループに引き続き残る定めだった。しかしスーパージュニア05がすごい人気になり始めると、計画は変更され、スーパージュニアの将来の世代を作る予定は、中止されたと発表された。05というグループ名についていた。 設備時を除去し、スーパージュニアと公式に記されるようになった。さらに磨きをかけられたグループは、最初の CD シングル、You をその年の夏に発表して、大ヒットさせた。これは2009年3月に、ソーリー、ソーリーを発表するまでは、スーパージュニアとして音楽チャートで最も成功したシングルとなった。一クは、スーパージュニアのメンバーとして活動する傍ら、 二つのサブグループ、すなわちスーパージュニアから派生した小グループに参加した。2007年2月にはトロットを歌うスーパージュニア T のメンバーになり、その1年後、2008年にはスーパージュニアハッピーのメンバーになった。2007年4月19日、スーパージュニア T の最初のシングル、六号発売の約2ヶ月後、ラジオ番組、 スーパージュニアのキスザラジオの放送後のキロト上、イトゥク、シンドン、ウニョク、キュヒョンの乗った車が交通事故にあった。シンドンとウニョクは軽傷だったが、イトゥクとキュヒョンは悪い状態が続き、数週間以上の入院が必要だった。イトゥクはガラスの破片が背中と目の上に刺さり、それらを取り除くために170針以上の処置を用した。 イトゥクは2007年4月30日に退院した。この怪我のため、イトゥクはスーパージュニアの最初の映画、花火難連続ボム事件の出演をキャンセルした。しかし、その映画の最後で彼はパンダのぬいぐるみの役だったことが明かされた。これは後に、実際にはリョークが映画の大部分でこのパンダの役を演じていたことが確認された。イトゥクは、 また司会者としての技量が称賛され、韓国のバラエティ上業界では売り出し中のスターと見られている。彼は多くのバラエティショーでレギュラーゲストや司会者として演している。また、ウニョクと共にスーパージュニアのキスザラジオのディスクジョッキーを2006年から担当。しかし2011年12月4日、個人活動多忙のためウニョクと共にキスザラジオの DJ を交板し、 村民両区と交代した。イトクの最も有名な仕事は SBS のスターキングと共心臓である。イトクは二つの番組で共演している同僚の芸人と強い友情を関係で結ばれている。ブームは共心臓のブームアカデミーをイトク、ウニョクと一緒に開始した。しかし、ブームは2009年後半に軍に入隊したため、イトクはウニョク、シンドンと一緒に 番組で笑わせる役目が課せられた。この3人は、お笑いのコーナー、トゥクアカデミーを開始し、聴衆から大きな支持を得ている。2009年、イトゥクはその年の最も忙しいアイドルの第2位に、名前が挙がった。この称号は、イトゥクが、ラジオのディスクジョッキー、司会者、それに12人のメンバーのリーダーとして、グループを聴いるアイドル歌手として、 その非常な激務に対して送られた。2010年、イトゥクは MBC の今日を楽しめの新しい司会者として名前が挙がった。これはビッグバンの VI がアルバム制作のために番組を去り、その代わりとなる。イトゥクはまた、イエゾンと一緒に MBC のラブチェイサーの司会もしている。スーパージュニアの作品を参照。スーパージュニア T の作品を参照。 スーパージュニアハッピーの作品を参照。グループでの受賞歴は、スーパージュニアの受賞リストを参照。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。